フェルディナンド・マゼランは、大航海時代のポルトガル出身のスペインの航海者、探検家。1519年に始まる航海で、スペイン帝国の艦隊を率いた。マゼラン自身は、航海半ばの1521年に亡くなったものの、部下のスペイン人、フアン・セバスティアン・エル・カーノが、艦隊の指揮を引き継ぎ、1522年に、史上初となる、世界就航を達成した。 ポルトガル語名はフェルナンデ・マガリャンイス。スペイン語名はフェルナンド・デ・マガリャネス。スペイン語圏、ポルトガル語圏以外の多くの国ではマゼランと綴るのが一般的である。英語名、フェルディナンド・マゼランの発音はマゲラン、マゼランだが、日本語では慣用的にマゼランと呼び習わしている。これに習い、この項における故障もマゼランで統一する。 マゼラン艦隊の航路マゼランはヨーロッパから東洋の高領諸島への西回りでのトコルート発見を目指して旅立ったポルトガル人工会社である。1519年スペイン王の信任を得てスペイン船5隻の艦隊を率いてスペインセビリアを出発したマゼランは南アメリカ大陸南端のマゼラン海峡を発見して太平洋に到達し、マゼランは 途中1521年フィリピンで戦死したが、残された艦隊が1522年に史上初めての世界一周を達成した。マゼラン自身は世界一周を成し遂げてはいないものの、人類初の世界一周航海を達成した艦隊は、マゼランの艦隊として後世に名を残している。マゼラン海峡のほかオーマゼラングも、ショーマゼラングも、マゼランペンギン、 宇宙探査機マゼランなど多くのものが、航海者、マゼランの名にちなんで名付けられ、また南米パタゴニアや太平洋の名はマゼランが、名付けたとされる。マゼランの功績は、太平洋の広大さの発見により、地球のお胸の大きさを示し、世界の知識の確立に大きく貢献したことである。1519年までのマゼランの記録は、確かなものは少なく確実なことは、 あまりわかっていないが、1480年頃に、ポルトガル北部、ミーニョ地方ポルト近郊、ポンテダバルカの下級貴族である父、ルイマガリャンイスと、母アルダデメスキータの間に生まれたとされている。1492年、王妃レオノールデ・ビゼウの故障として、ポルトガル宮廷に入る。このポルトガル宮廷五将時代に、コロンブスの新世界発見や、 バスコダガマのインドコール発見の業績を知ることになり、航海への関心を深めたと言われる。バスコダガマのインドコール発見を受けて1500年から、ポルトガルは次々にインド洋へ艦隊を送り出すが、1505年、インド洋の派遣をポルトガルのものにするべくフランシスコでアルメーダの20隻の艦隊がポルトガルを出発した。このアルメーダの艦隊に25歳のマゼランは希望して、 加わり、これが、マゼランの初の航海となった。マゼランの最初の地位は、代理士官であり、貴族とはいえ下級貴族出身のマゼランは、戦室は、一般船員と同じ待遇であった。同じ艦隊には、弟ディエゴといとこのフランシスコ・セラーンが加わって、いたが、セラーンは後に、マゼランの世界就航に資料と開拓の動機に関わる、ことになる。 アルメーダの艦隊は最初に東アフリカのイスラム勢力の排除にかかり、マゼランは2年3ヶ月ほど東アフリカのポルトガル拠点の構築に働いている。その働きで指揮官の一人ペレーラに認められ、副打手に抜擢され、選手としてまた船乗りとして経験を積んでいる。この後マゼランはインドのコチンに行くことになるが、その海域で イスラム勢力とポルトガルは私有を決することになり、1509年2月3日、ディウオキで起きたポルトガル艦隊19隻とイスラム戦200隻の開戦でポルトガルは勝利しインド洋でのポルトガルの覇権を確立する。この戦いでマゼランは5ヶ月個人の病院に入院するほどの重傷を負っている。1509年9月、回復したマゼランはペレーラ率いるマラッカ遠征に加わった。 この時点でポルトガルは古生を除く多くの香料の産地がインドではなく香料諸島であること、ライバルであるスペインが西回りルートでの東洋航路を模索していることなどを把握し早期の香料諸島の派遣を急ぎ、まずは香料諸島への重要な中継拠点であるマラッカの確保に乗り出した。しかし、ポルトガルにとって最初のマラッカ遠征であるペレーラの艦隊は、 マラッカ王の策略によって大敗する。この敗戦の中でマゼランは、水際で戦い危うい状況であったいとこ、セラーンをボートで救う活躍をしている。ポルトガルの最初のマラッカ遠征は、失敗に終わるものの、遠征中の業績によってマゼランは、船長の位を授かることになる。家柄で地位が決まることの多い中世で、下級貴族出身ながら、見習い士官から、 船長の地位にまで登ったマゼランの船乗りあるいは戦士としての能力は相当に高かったものと想像されている。インドの沿岸拠点の支配を固めたポルトガルは1511年4月、再度マラッカに大艦隊を送りこれを制圧する。このポルトガルのマラッカ制圧船の功績でマゼランは指揮する大型のカラベラ船の一石と個人的な奴隷を与えられた。引き続いて、 ポルトガルは、高領諸島への遠征隊を派遣する。この高領諸島遠征隊にはマゼランは、参加していなかったもののいとこのセラーンが参加している。セラーン・マゼランのいとこであり、同じ東洋派遣部隊の将校であるフランシスコ、セラーンは、ポルトガルの最初の高領諸島遠征に参加したが、艦隊は途中で遭難。セラーンは孤立しながらも通りかかった。 中国のジャンク船を奪い、高業諸島に到達する。セラアンは、高業諸島において、島の一つテルナテの王の軍事顧問のような役割を果たし、王の重心として高い地位と裕福な生活を手に入れる。セラアンは、高業諸島に王に次ぐ地位を持ち滞在しながら、ポルトガルやマゼラがに手紙を書き報告している。マゼラに宛てた手紙で、セラアンは、工業諸島が、 噂通り豊富な高慮を産することと、テルナテ王のポルトガルへの行為と、ポルトガル側の高慮諸島確保の意思の一致にも、かかわらず、ポルトガルの支配が、まだ確立できていないことを知らせ、そして私は、バスコダガマが見たよりもより豊かで、大きく、より美しい新世界を発見した。あなたがここで私と一緒になり、私の周りにある喜びを自ら味わうことを望む、ヤンカメロン。 p34 とマゼランに書き送っている。セラーンの手紙によって、高領諸島の事情を知ったマゼランだが、これは後に、マゼランがスペイン王の下で、西回りの高領諸島と交流と開拓を志願する動機の一つとなっている。セラーンはこの後、マゼランがスペインから西回りの東洋航路発見の航海についている間に、交領諸島の王の一人、ティドウレオに。 テルナテ王と共に、軽略で独殺されている。ポルトガル人マゼラン王を失った、スペインのマゼラン艦隊が、高領諸島にたどり着いたとき、セランを呼びて、ルテナ国王は8ヶ月前に、すでに独殺されており、マゼラン艦隊は、高領諸島の別の島の王である、ディドーレ王の下で工具を得る。1511年のマラッカ制圧の後、1年半ほどは、 マゼランが何をしていたのかは記録はない。おそらくは、マラッカ周辺海域の紹介任務についていたのではないかと推測されている。マゼランは1513年1月に帰国するが、帰国したわけもわかっていない。およそ8年の東洋艦隊勤務で船乗りとしても、戦士としても十分な経験を積んでの帰国であった。バスコダガマが初めて、 希望本周りのインド航路を開いた1499年からマゼランが帰国した1513年までのわずか14年の間にポルトガルは安定したインドへの航海ルートを確立していた。マゼランが8年の勤務を終え帰国したポルトガルは高齢貿易が栄え、16世紀まで高齢貿易を独占していたベネツィアからその地位を奪い、大海洋国としての地位を固めていた。 高領貿易を独占し、遠洋貿易を独占する勢いのポルトガルには、ヨーロッパ中の有力商人特に、イタリア商人とドイツ商人とが取引を希望してその証券を争う状態であった。ドイツの大商人である、フガー商会は、その代理人として、クリストバルアローをリスボンに置いていた。クリストバルアロは、優れた商人であり、バスコダガマの希望本周りのインド航路発見以前、 コロンブスの新世界発見の直後から西回りでのアジアへの航海ルート探索に関心を持っていた。アロはポルトガルが開拓している希望本回りでの東洋交易の詳細も把握し、インド交易に多額の投資を行うのに加え、アロは自身がスポンサーとなり、西回りの東洋交易ルート開拓の探検隊を派遣するまでになっている。しかし、 アロはイタリア人商人の抽象によってポルトガルをマデルの信任を失い1516年スペインに活動の場を移す。アロは後に1519年からのマゼランの世界就航に大きな役割を果たすことになる。1513年にポルトガルに帰国したマゼランがその後何をしていたのかは記録が少なくよくはわかっていないが 帰国後ほどなく1513年8月には、ポルトガルの北アフリカ征服の一環であるモロッコのアザムール攻略に参加し、最前線で戦士として、戦い戦勝を受け右足が不自由になっている。後年の研究者はマゼランは、騎士として、正々堂々とした戦闘を好む性格であったので、あろうと推測している。この後マゼランは、路角品管理担当将校になるが、 露覚品管理担当将校という役職は私服を肥やすことが可能な役職であったためにマゼランは言われ、亡き中傷と人にさらされ、露覚品の横流しで私服を肥やしたとあらぬ疑いをかけられている。露覚品の横流しの汚名を着せられたマゼランは、無断で帰国、ポルトガル王マヌエルに無実を訴え、高領諸島への派遣を辞訴するが、王はこれを無視し、モロッコへ戻る、よう命令する。 一旦、北アフリカに戻されたマゼランは、疑惑がうやむやのうちに、ポルトガルに帰国する。後年の研究者たちは、マゼランの性格と行動からマゼランへの汚職の、告発はおそらくは冤罪であろうと推測している。1515 15年、北アフリカ遠征から帰ったマゼランは、ポルトガルをマヌエルに越見し、その後ポルトガル宮廷を去っている。マゼランが、 ポルトガル宮廷を去った詳細や理由についての確実な資料はないが、通説では、マゼランはポルトガル王に二つの依頼をし、拒絶されたからだと推測している。一つ目の依頼は二度も、大けがをした勤務の功績に対しての月報の増額である。しかしマゼランが求めた増額の幅はわずかなものであり、銀貨一枚分に過ぎず、これは金銭欲からの要求というよりも月報に、 宮廷での地位と名誉が象徴される現状で自分の功績を認めて欲しかったからだとされている。ポルトガル王はこれを拒否する。続いて二つ目の依頼としてマゼランは東洋へ派遣される船の指揮を任せてくれることを求める。しかし、これもポルトガル王に拒絶される。通説では、ポルトガル王マヌエルとマゼランは、マゼランの故障時代から馬が合わなかったとも、越権の際のマゼランの態度が、 当時の宮廷世界での習わ足に沿っていなかったからだとも言われる。あるいはマゼランがセラーンから得た情報で、公領諸島はトルデシリアス条約によって、ポルトガルではなくスペインの領域にあるとの認識を持っていたからだとも言われる。マルテルス図、コロンブスやマゼランの世界観に近い地図である。アメリカは独立した大陸ではなく、東アジア東端の大半島として捉えられていた。 マゼランがポルトガル宮廷を去った当時のスペインはすでに西回り航路の開拓に重大な関心を持ち、幾多の艦隊を西回りでのアジア航路の開拓のために派遣していた。ポルトガルが希望本回りのインド航路を固めて大きな利益を上げていたのに比べ、東洋貿易の拠点を持たなかったスペインが西回り航路に寄せる期待は大きかった。 西回りでのアジア航路開拓は決してマゼランが最初に思いついたわけではなく、1492年のコロンブスの航海がスペインの支援のもとに行われたように、マゼランの初公開以前からのスペインの国家的関心事であったとも言える。コロンブス自身が最後まで自分がたどり着いたアメリカをアジアの一部だと思い込んでいたように、西回りで アジアに到達できるということはすでに規定のこととされていた。当時はアメリカは東アジア東端の大半島だと思われていた。しかし東アジア東端の大半島からインドあるいは高領諸島へつながる海峡はいくたの探検隊も発見することができないままであった。マゼランがポルトガル王宮を去ったのと同じ1515 15年、スペイン王フェルナンドは フアンディアス・デ・ソリスの探検隊を南アメリカに派遣。ソリスはアルゼンチンのラプラタ川、川口までたどり着いている。当時、スペインの外洋航海を仕切っていたスペイン宮廷の実力者にロドリゲス・デ・フォンセカという貴族がいた。フォンセカは、スペインの植民地の貿易や植民などの業務を担当する通商員の事実上の最高責任者であり、 コロンブスの2回目の公開の準備も担当した人物であった。そのフォンセカの関心事は、ポルトガルの影響下にない東洋への航路開拓にあった。そのフォンセカに前述の承人アロが接近し、ソリスの後継となる航海者を探していた。フォンセカとアロが最初に見出したものは、エステバン・ゴメスというポルトガルの熟練の航海者であった。この当時は、 ポルトガル人の航海技術は、スペイン人のそれを上回っていて、スペインとポルトガルはライバルにも関かかわらず、スペインには、ポルトガルの航海者が多数雇われていた。コロンブスの発見でスペインは、アメリカとアフリカのほぼ中間の死後戦により、西の新しく発見した土地を、スペイン領とするローマ教皇の直視を得た。南北アメリカ大陸をすべてスペイン領とするものである。 これにポルトガルは直ちに反発。交渉の結果、ベルデミサキ諸島の西370レグアを通る、成型46度37分に当たる、守護船を、スペイン・ポルトガル領の境とするトルデシリアス条約が1494年に結ばれた。この結果、ブラジルはポルトガル領、ブラジル以外の南北アメリカは、スペイン領となったのだが、トルデシリアス条約による、 スペイン・ポルトガルを分ける守護船が地球の裏、アジア側ではどこを通っているかは定かにはなっていなかった。当時スペインとポルトガルはライバルとして激しく競っていたが、同時に両国は隣国でもあり、両国の国王は親戚関係でもあり、トルデシラス条約による領土の取り決めには敏感であった。フンセカとアロが西回りの公会者として見出した。 エステバン・ゴメスは優秀な航海者であったが、トルデシアス条約に関わるような微妙な政治情勢には疎く、ゴメスの渡航計画では、フェルナンド王の後を継いだ、スペイン王、カルロス一世を政治的に安心させることができず、ゴメスを指揮者として、艦隊を派遣するフォンセカとアロの計画は頓挫する。ゴメスを指揮者として、艦隊を派遣するフォンセカとアロの計画が頓挫するのと、 愛前後して、セビリアで、スペイン王に仕えていた、ポルトガル人、デュアルテ・バルボーザは、スペインの関心人が西周りでの公領諸島、到達であることを知り、ポルトガルで失意のもとにある古い友人であるマゼランに、白羽の矢を立てる。セラーンの手紙によって、元より公領諸島への渡航を希望していたマゼランは、名優である、天文学者、ルイデ・ファレイロの同行を条件に、 デュアルテ・バルボーザの誘いに乗ることになる。1517年のことである。また、マゼランは、デュアルテ・バルボーザの妹、ベアトリスを妻に迎えている。ゴメスで失敗したフォンセカとアロは、デュアルテ・バルボーザの推薦するマゼランの存在を知り、直ちに、マゼランを新たな探検隊の指揮官に押すことに決め、マゼランは、スペイン王、カルロス一世の越権を得て、 その後悔の計画を説明することになる。スペイン王に越見したマゼランは、自分の西回りでの交領諸島への渡航計画について、大アジア半島の南に交流諸島、インドへ通じる海峡があること、東回りよりも、はるかに航路の短い西回りルートは、ポルトガル人より、はるかに安いコストで交料を手に入れることができることを自信を持って説明する。 またいとこのセラーンの知らせでは、公領諸島はマラッカの遥か東方であることを知らされていた。その情報によって、公領諸島がトルデシラス条約で定められたスペインの領域内にあることも保証し、マゼランの自信を持った説明に、スペイン王は納得し、マゼランに艦隊を預ける決断をするのであった。スペインから見ればライバル国のポルトガル人であるマゼランに、 スペイン王が艦隊を任せる決断をした背景には、本セカとアロという有力者の推薦があったことは確かであろう。その推薦の見返りに本セカは自分の意に沿う者たちをマゼランの艦隊の幹部に据え、主導権を握ろうと格索する。それはマゼランの航海技術のみを求め、その艦隊を自分の統制下に置き、利益はマゼランではなく、 ポンセカとアロで握ろうとしたものである。マゼランの名友である天文学者ルイ・デファレイロも艦隊から外され、これに反発したマゼランはスペイン王に交渉し自分の親族や自分の意に沿うポルトガル人を幹部に入れることに成功するが、しかしそれでも幹部の大半はポンセカの息のかかった者たちであり、艦隊に同行し世界修行の記録を書いたアントニオ、ピガフェッタは その記録の中で、マゼランの指揮下の船長たちはなぜか最初からマゼランを憎んでいったと書いている。マゼランの母国ポルトガルでは、ポルトガル人のマゼランが、ポルトガルの利権を危うくするスペインの企画を指揮することに反発し、ポルトガルの中スペイン大使はマゼランを説得や脅しを行い、果ては暗殺まで考え後悔を止めさせようと試みる。また、 ポルトガルはマゼランの航海を妨害しようと様々試みる。ビクトリア号の復元船、マゼラン艦隊の内世界一周に成功した船有能な商人であるアロは、マゼランが艦隊の指揮を取ることに決まると、資金調達に奔走する。結局は、艦隊の費用の大半をアロと、アロが代理を務めるフガー紹介が出したと言われる。東洋交易に通じ、 商務に長けたアロは船そのものの調達や偽装、艦隊の装備品、武器、食料、交易品などの調達をすべて指揮したと言われる。マゼランとアロが用意した船と装備品、物品のリストは明細で現在に残っている。艦隊は、機関トリニダード号以下、3、アントニオ号、コンセプシオン号、ビクトリア号、サンティアゴ号の中古船5隻に、人員は、 約270人、食料はたっぷり2年分を用意し、主食である公開用ビスケットは213,800ポンド、塩漬け牛肉72,000ポンドと呼ばれる人々であったが、マゼランたちはトゥピナンパ族とは極めて友好的な交友を持ったようで住民が多く参加するミサモに会を行い、トゥピナンパ族はマゼランたちが長期滞在できるようにマゼランたちのための家も、 立てている。ピガフェッタは、トゥビナンパ族女性のあるエピソードを書き残している。ある日のことである。私が、帰還にいる時一人の美しい若い女性がやってきた。当てずっぽうな目的で来たらしかったが、副長の部屋を眺めやると、指よりも長い一本の釘が落ちているのに気がついた。女はひどく嬉しそうにして、上手にそれを拾い、陰心の間に、それを差し込み、深くお辞儀をして、 すぐ帰っていった。総司令官も私もこの情景を眺めていた。マスダ、P117 南アメリカマゼラン、海峡リオデジャネイロ地方を後にした艦隊は、高領諸島へ通じる海峡を探して、南アメリカ東岸を南下する。ソリスも探索しおそらくは海峡でなく川であろうと、結論したラプラタ川を、マゼランは探るがやはり海峡ではなく、 さらに南下市パタゴニアのサンフリワン湾ワンに到達する。厳しいパタゴニアの冬を迎えしばらく停泊している。艦隊にマゼランは食料の節約を命ずる。しかし、豊かで有効的な交流を持ったリオデジャネイロ地方での良い、経験に比べ厳しく寂しいパタゴニアでの停泊に、船員たちには不満が募っていった。その雰囲気の中でスペイン人幹部が反乱を起こす。 公開出発早々マゼランと衝突し逮捕された艦隊の総監察官でサンアントニア号の元船長でもあるスペイン人カルタヘナは同じスペイン人のガスパルデ・ケサーダが船長を務めるコンセプシオン号に囚われていたがケサーダ及びサンアントニオ号の前船長のスペイン人国家と測ってサンアントニオ号を吸収ポルトガル人船長メスキータを拘束し副長を殺して サイアントニオ号を支中にする。さらにビクトリア号のスペイン人船長も加わって5隻のうち3隻が反乱側に着く事態となった。しかし、スペイン人幹部は反乱は起こしたもののスペイン王の新任で総司令官の地位にあるマゼランを完全に退けることも躊躇しているうちに、マゼランは素早く反撃、ビクトリア号の船長を視察して反乱を制圧する。 反乱の首謀者カルタヘナと加担した司祭は追放、ケサーダを残首、その他反乱側は鎖につながれ船の補修作業に従事させ反乱を収めた。これ以降スペイン人はしぶしぶマゼランに従うが、マゼランへの反感は根強く残り、後にフィリピンマーク担当で、マゼランが敵の大軍に囲まれている時に、スペイン人は救援を出さずマゼランを見殺しにすることになる。 反乱を収めた後、停泊中のマゼランたちは、ピガフェッタが巨人と呼ぶ原住民に出会う。マゼランは彼らにパタゴンと名付けるが、これはパタゴニアの地名の由来となっている。艦隊は1520年8月24日に、航海を再開、公領諸島へ通じる海峡を探して、さらに南下を続けるが、それまでの調査航行中に、 サンティアゴ号がン破して失われてしまった。そして1520年10月21日、ついに西の海へと抜ける海峡を発見した。これは後に、マゼランの名前を取って、マゼラン海峡と呼ばれることになる。しかし、マゼラン海峡を抜ける途中で、艦隊最大の船であったサンアントニオ号がはぐれた。サンアントニオ号の船長メスキータはあくまで艦隊を、 探し合流することを主張したが、公会長ゴメスが反対して、船長を拘束、艦隊に残る食料の多くを積んだまま、スペインに引き返し、1521年5月6日、スペインに帰国した。艦隊は2年分積み込んだはずの食料が二重に、領収する手違いもあって、マゼラン海峡の途中時点ですでに残り3ヶ月分しかなく、 ゴーメスはたった3ヶ月分の食料で未知の海洋に乗り込むことを恐れ反対したがマゼランに知り添けられてマゼランへの反抗心を持ちサンアントニオ号が艦隊とはぐれたことをきっかけにスペインへの帰国を主張したゴーメスを乗り込み委員も指示したものとされている。世界就航達成後にこのことを知ったピガフェッタはその背景にゴーメスが一度当てにしそうになった艦隊の指揮権を マゼランに取られたことで憎しみを持っていたからだと推測している。マゼランの艦隊がマゼラン海峡を進むと左側の島でびただしい数の火が見えた。マゼランたちは艦隊を見つけた。この地方の住民が互いに合図の放火を上げているのだろうと推測している。しかし、マゼランたちは住人の姿は見ていない。このエピソードから後にティエラデルフエゴと名付けられたこの島は 人が住む世界最南端の地である。ゴーメスの反乱でサンアントニオン号が勝手に帰国してしまい艦隊は三隻となってしまったが、そのことを知らないマゼランは海峡の中でサンアントニオン号が戻ってくるのを待つ。待っている間に海峡の前途に小艇を偵察に出すが、3日後に戻ってきた小艇は海峡を抜けたところに広大な海を見つけたと報告する。 マゼランはついに大西洋から太平洋につながる航路を発見したのだった。ピガフェッタは、提督は喜びのあまりハラハラと涙を流し、水路の出口の岬を待望の岬と命名したピガフェッタ P49 と伝えている。やがてサンアントニオ号の捜索を諦めた艦隊は、先に進み11月28日ついに太平洋に到達する。 狭いが複雑に入り組んだ海峡を慎重に探りながら進んだことと勝手に帰国したサンアントニオ号をはぐれてしまったのだと思って待ち続けたことで海峡を抜けるのに1ヶ月以上もかかってしまった太平洋に出たマゼランはしばらくはチリ沿岸に沿って北へ進みやがて北西に進路をとる海面は穏やかであったが食料を補給できる島に巡り合わなかった太平洋での航海を ビガフェッタは次のように記録している。1520年11月28日水曜日に、我々は、あの海峡から抜け出て、太平洋の真っ只中に突入した。3ヶ月と20日の間新鮮な食べ物は何一つ、口にしなかった。ビスコットを食べていたが、これは、ビスコットというよりむしろ、粉くずで、虫がうじゃうじゃ湧いており良いところは皆虫に食い荒らされていた。そして、 ネズミの小便の匂いがむっと鼻につくような白物だった。日数が経ちすぎて腐敗し黄色くなった水を飲んだ。また、メーンセール柱のほげたに貼り付けてあった牛の皮さえも食べた。それからまた我々はおがくずもしばしば食べた。ネズミはハンデュカートの値段が付けられ、しかもなかなか手に入らなかったピガフェッタ P60 太平洋の航海で、 マゼラン艦隊では19人の乗組員とブラジルで乗せたインディをパタゴニアで乗せたパタゴンが解決病と栄養失調で死んでいる。ドゥアモツ諸島やライン諸島の無人島をいくつか通り過ぎ、合シ寸前のマゼランの艦隊は1521年3月6日、マリアナ諸島のグアム島にたどり着いた。ピガフェッタによると、グアム島につき上陸の準備をしていた艦隊を、 島民の小舟多数が取り巻き、さらに船に島民が忍び込んできて、手当たり次第に装備品を盗んでいった。それにひどく立腹したマゼランは、武装兵40人を上陸させ、島民を7人殺害し家屋を40から50件、焼け払い、島に、ラドローネス諸島と名付けたとされる。トランシルバーノは曖昧な記述しかしていない。1521年3月9日、 泥棒諸島を後にした後、マゼランたちは一週間後の3月16日にフィリピン諸島に到達した。上のラプラプ王の像と同じ公園内にあるマゼラン病フィリピン諸島での最初の寄港地には安全な無人島を選んだ。翌3月18日、初めてフィリピン人つまり近くのスルアン島の住人に出会うが、マゼランたちは出会ったフィリピン人を物の道理がわかる人と評価している。 つまり、王のもとでの秩序ある社会を築き、文化を持っている人々とみなした。3月28日には、レーテ島付近で出会った、フィリピン人に、マゼランの奴隷である、マレー人エンリケが試しに呼びかけると、マレー語で答えが返ってきた。マレー人と交流のある地域に達したのだった。この後、レーテ島南端沖のリマサワ島で、王コランプに出会うが、 コランプはマレー語に通じ、エンリケの通訳を介して会話が可能になったマゼランと、コランプは親密になりコランプは食料、マゼランは赤と黄色のトルコ服、赤い棒などを送り合う。マゼランとコランプはリマサワ島でフィリピン最初のミサを上げ十字架を立てている。さらにコランプは艦隊が補給をするのに最適な地としてセブ島を紹介し案内する。 4月7日セブ島に達したマゼランはまずは大砲を撃って、セブ島民を驚かせ、上陸したマゼランは、セブ王が、付近の王たちの中でも有力であることを見て、熱心に布教を始める。マゼランが熱心に説くキリスト教の教えに、セブ王を、はじめ500人が洗礼を受けた。また、マゼランとセブ王は何度も抱き合うほど親しくもなり、このことに気をよくしたマゼランは、 セブ島周辺の王たちにも、キリスト教への改修とセブ王への服従を要求するようになる。現地の政治情勢に到着したばかりのマゼランが首を突っ込んでしまった。セブ島に3週間滞在し、セブ王の応急にもたびたび招かれ、食料を補給し多くのセブ島民を改収させたマゼランだが、なぜか目的の公領諸島へ向かわず不況を続けている。 セブ島民を回収させたことで気を良くしたマゼランは強行になり、不況にあたって武力をちらつかせるようになっている。セブ島周辺の王たちのほとんどはマゼランに従ったが、回収と復従を強要するために、セブ島対岸の小島幕ン島では町を焼くこともしている。このことで幕ン島民は反感を募らせたようである。その後マゼランは4月27日タン島に突然、 出撃した。ピガフェッタによると、幕ン島の王の一人ずらは、マゼランの要求に従う気はあるが、もう一人の王ラプラプが従わないので困っている。商廷に兵を満載して、救援に来てほしいと伝えてきたからだとしている。これを聞いたマゼランは、ラプラプ王を従わせようと三隻の商廷に60名の兵を乗せて、幕ン島に乗り込んだのだが、ラプラプ王は、 すでにこれを察知しており、60名のうち11名を、朝廷の警護に残して上陸した、マゼランの49人に対して1500人の軍勢を配置していた。しかしマゼランは、圧倒的に多数の敵を前にして部下に諸君、我らの敵であるこれらの住民たちの数に恐れをなしてはならない。神が我らを助けたものであろうから。諸君、思い出すがよい。 あのエルナン・コルティス隊長が、ユカタン地方で、200人のエスパニャ人でもって、しばしば20万、30万の住民たちを、打ち破ったということを我々が耳にしたのはつい、最近のことではないか。ピガフェッタ、ピアニッシも30、303F と演説し、貨幣にもかかわらず戦闘に突入。しかし、30倍の数の敵に対しマゼランの兵はやがて、敗走、マゼランの周りには、 ピガフェッタやエンディキを含め6から8人ほどが踏みとどまって戦うだけになる。大勢のラプラプ王の兵の竹ありは、マゼランたちの甲冑に通じず戦いは1時間に及んだが、ラプラプ勢は防具をつけていない足に攻撃を集中し始め、ついにマゼランは戦死する。チリマゼラン海峡の町プンターレーナスにある、マゼラン像マゼランの死後、艦隊は、 マゼランの親族にあたる者を後継の指揮官にしていたが、後継の指揮官を含め艦隊幹部多数がセブ王に殺される。アントニオ・ピガフェクタの記録やトランシルバーノの長所によれば、マゼランの死後、負傷したエンリケは通訳の仕事を放棄して、艦内で横になっていた。マゼランの後を継いだ艦隊の指揮官は仕事を放棄しているエンリケを、 主人のマゼランが死んだからと言って自由になったと思ったら大間違いだ。スペインに帰ったら未亡人のベアトリス様の奴隷になるのだ。今上陸しなかったら無知を食らわすぞ。ピガフェッタ、P122 と脅し、エンリケはセブ王のもとに使わされた。戻ってきたエンリケは艦隊首脳に、 セブ王が宴会へ招待の方をもたらしたが、宴会に出席した艦隊首脳24人のほとんどが殺されることとなってしまった。ピガフェッタや同行の乗組員の推測ではエンリケがセブ王と測って、マゼランの遺書ではエンリケは、マゼランの死後には解放されるはずなのに遺書を無視して自分の解放を認めようとしなかった。マゼランの後継者に復讐を遂げたのだとされている。 その後のエンリケの消息は分かっていない。大幅に人員が減り三隻の運行が難しくなった艦隊はコンセプシオン号を破棄残るトリニダード号とビクトリア号は迷走しながらも1521年11月8日、広陵諸島にたどり着く。広陵諸島では王の交流を得て大量の長寿を積むが、長寿を積みすぎてトリニダード号は浸水。艦隊は 修理に取り掛かったトリニダード号を交領諸島に残し、フアンセバスティアンエルカーノを船長として、ビクトリア号一隻60人の人数で交領諸島を出発する。ポルトガルの勢力圏内で途中の港に立ち寄れないスペイン船ビクトリア号は、解決病と栄養失調で多くの死者を出しながらも1522年9月6日、スペインに帰国する。 スペイン帰国時の乗組員は21名、うち3人は途中で乗せたマレー人なので、出発時、約270人の乗組員のうち世界就航を達成できたのは、エルカーノや艦隊の記録を書いたピガフェッタら18人だけであった。ほぼ3年にわたる航海であった。なお、ピガフェッタは出航以来毎日欠かさず、日記をつけているが、ビクトリア号が、 世界一周達成を目前にアフリカの西にあるベルデミサキ諸島に立ち寄った時ピガフェッタの日記では水曜日であるはずがベルデミサキ諸島では木曜日であることを知り大変驚いている21世紀の現代人にとっては地球を西回りに一周すれば日付がついたち遅れるのは当たり前であるが人類初の世界一周の記録者ピガフェッタは地球一周による日付のズレを実感した 最初の人間になったのである。1594年に作成された地図。架空の大南極大陸が曲がらなかと名付けられている。その後、スペインは上流貴族、ガルシア・ホフレデ・ロアイサを名目上の指揮官、マゼラン艦隊での最終的な指揮官、エルカーノを実質上の指揮官にした西回りでの第二の艦隊を、 送り出すがロアイサの艦隊はマゼラン艦隊以上の損失を出し失敗。ロアイサもエルカーノも太平洋上で死んでしまう。その後も西回りで送り出すスペインの艦隊はことごとく失敗。マゼランが発見した西回り航路は危険が大きすぎるためにポルトガルへ売却されることになり、ポルトガルも西回りでの航海には興味は持たず、結局は ヨーロッパから西回りでの高領貿易ルートは閉ざされることになる。こうしてマゼランが開拓しようとした西回りでのアジア航路は失敗に終わった。しかし、マゼランの功績は世界史的な意味では太陽としての太平洋を発見し地球の大きさを直接に認識し世界に差し示したことだと考えられている。ヨーロッパ人に伝わる伝説では マゼラン海峡で南米大陸から分かたれたフエゴ島は南半球に広がる仮設上の未知の南方大陸の一部とみなされた。フエゴ島、オーストラリア、南極大陸を包括した架空の大南極大陸はテラオーストラリアと呼ばれることも多いがメガラニカと呼ばれることもある。マゼランの時代の航海は現代の船旅のように快適ではなかった。 大航海時代の船旅は、まず食べ物は前日のように航海用ビスケットと、塩漬けの肉や魚が主であり、他には各種の豆類、干しどう、干しいちじく、米、蜂蜜、ナッツ、小麦粉、チーズなどを食していた。船には簡単なかまどがあり、海が穏やかであれば温かいものも食べることはできたが、新鮮な野菜や肉はなくあまり美味しいものではなかった。それは、 塩漬け肉を豆や米などと共に煮込んだようなもので、マゼランの航海の50年後のスペイン人航海者、エウヘニオで、サラサールは腐っているかのような未開人のシチューのような味がしたイよドルネー P179 と形容している。しかし、海が荒れるとそれすらも食べられなくなる。片パンや穀類、チーズは火が立つと、ウジや黒ムシが湧き、塩漬け肉は悪臭を放つ。 ピガフェッタもネズミや虫に彼らのビスケットを食い荒らされている様を記述している。ただし戦場では魚釣りが盛んに行われ釣り上げた魚は貴重な生鮮食品であった。マゼランらはパタゴニアではペンギンやアザラシも取り特にペンギンは大量に捕まえ食料にしていた。コロンブスの航海のように1ヶ月強の航海であるならばともかくバスコダガマやマゼラン フランシス・ドレイクらのように数ヶ月も寄港しない航海者たちは解決病に苦しむことになり、この時代の船員の死亡率は非常に高かった。主食が片パンや塩漬けの肉のようなものであるにもかかわらず、船では真水は貴重であり、トマスデラ・トルレという司祭が1544年の航海について記した記録では、1日に約1リットルしか配分されなかったとしている。 マゼランの艦隊は太平洋の真ん中で食料がつき、訪れた上陸先で手に入るもので間に合わせるしかなくなった。彼らの気候地はパタゴニア以外はほとんどは熱帯であり、食料は豊富であったが、保存が効く食べ物は米くらいしかなく、アジアから希望本経由で帰国するインド洋と大西洋の航海では、ビガフェッタラのビクトリア号の食料は米ばかりであった。 その米も途中で月高業諸島を出発した時には60人いたビクトリア号の乗組員だが半数以上は航海途中で解決病と栄養失調で死んでいる。選出について船長や副長など指揮官クラスは選出を与えられていたが一般の乗組員には特に乗組員用の選出はなく暖かい時は簡単で 寒い時には荷物を積んだ船倉で荷物の間にスペースを見つけて休んでいたらしい。木造の船で各種の荷物を満載した船では、油虫やネズミも発生する。体を洗う設備もなく、海水を汲み上げて、体や衣服を洗っていたが、着替えがたくさんあるわけでもなく、石鹸もない環境では白身に悩まされ、悪臭が常にまとわりついていたと思われている。トイレについて、 大航海時代の船には特にトイレはなかった。排泄は原則から海上に張り出した箱のようなものを使用していたが、その箱は真ん中が抜けていて、真下は海である。直接海に落とすわけである。しかし小さな船ではそれさえなくロープにつかまり、原則から尻を海側に突き出して排泄したらしい。 嵐の中では海上に張り出した底の抜けたような箱を使ったり、ロープに捕まって尻を海上に突き出すような排泄はできず、戦争は悪臭が漂うことになる。航海中の勤務は三交代、日の出から日没まで、日没から夜半まで、夜半から日の出までの三組に分かれて勤務に着いた。また、長期間の航海で傷んだ船は陸に引き上げ横倒しにして、 船底の保守も必要であった。マゼランの業績について語る一時資料は多くはないが、以下のものが主だった記録である。ありがとうございます。